ビーデンザールは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、シャウムブルク郡のフレッケンで、1974年からザムトゲマインデニーデルンベーレンを構成する自治体の一つである。村落構造は、ハーゲンフーフェンドルフであり、メインストリート沿いに形成されていった。昔はほぼ例外なく、農業に従事する農村であったが、現在では、 シャウムブルク地方の典型的なベッドタウンとなっている。ビーデンザールはビルヘルムブッシュの生誕地として知られている。聖火はビルヘルムブッシュ博物館となっており、旧牧師館前には記念碑が建てられていて、ビルヘルムブッシュをテーマとする旧跡をめぐる周遊路が設けられている。ビーデンザールは1250年頃からたびたび文献に記録されているが、 その表記は主にワイデンソルである。ワイデンソルは水が流れる牧草地に囲まれた低地を意味する。これを聖なる湖に由来するという解釈は誤解である。ワイデンソルは1253年頃に計画的なハーゲンフーフェンドルフとして設けられた。特徴は農場が池のある村の共有地の両側に位置していることである。1253年。 民伝司教はそれまで貴族家のコンラートン、ヘーメル・シュプリンゲが霊園として漁していた、ワイデンソルの10分の1税調集権を、ロック無修道院に寄贈した。1640年頃に、アルノルト・シュパヌートによって書かれた、ナクライトン・デ・フラインケルナー・ホーフス・スズ・ウィーデンシャルは、はじめビーデンザールには一棟の羊小屋と一人の羊飼いがいるだけだったと記している。その後、ロックによって、 森が切り開かれ、多くの農場が建設された。1287年にはこの町の旧礼拝堂が教区教会となった。この教区は、ケラーライ農場の土地を半分所有した。政治番号ナンバー358の文書によれば、ビーデンザールの礼拝堂は1277年には、すでにビントハイムの教会から独立した存在であった。1459年に書か,かれ、 1694年に手が加えられたフンダチオ・アクリーズ・ア・ウィーデン・セリアニーは1275年に民伝子教夫がビーデンザールに礼拝堂と塔を混流するための石材と漆喰を寄贈したと記している。アルベルト・ハーン・ボク氏は1899年に書いた著書ゲシヒテ・デイムス・スタイフツ・ベザー・クラカム・ジェレジェノンフレキンス・スウィーデンスサの中でビーデンザールの池のあぜに ゲルマン人の聖域貴族の館、城塞があったと記している。そしてこの貴族は777年にはすでにキリスト教に経して礼拝堂を建設した。1275年には昔からの礼拝堂の隣に教会堂が増築されたのだというのである。しかし、こうしたハーンの主張には何の根拠もないばかりか一部は現存する文書と矛盾すらしている。 ハンによる聖なる湖という地名の解釈も記述の通り誤りである。中世初期、この村は常に民伝司教、シャウムブルク家、ロック無修道院の紛争の的であった。最終的には1640年にロック無修道院の所領となった。ビーデンザールは30年戦争の影響で甚大な被害を受けた。戦争末期にビーデンザールは カレンベルク博のアムトボーケローに属した。この村は18世紀には主に手工業によって、つつましやかな生計を立てていた。ロック無修道院は1841年に廃止されるまでビーデンザールの地主であった。しかし、司法権や君主権は、シャウムブルク博、法野博、民伝司教、ベルフェン家の間で時代と共に変遷していった。13世紀にはすでに、 この村には32の農場があった。14世紀に廃村になった村バーゲンローデから5人の入植者がやってきた。農場の分割やさらなる森の開墾により世帯数はかなり増加し、1750年までに118世帯となっていた。ビーデンザールでは村の南端から通りの西側に列状に家が建てられていき、その後通りの反対側にもやはり南から、 家が建設されていった。わずかな土地しか持たない家族は、しばしば手工業を習得した。1843年には73人の生計を営む人物が修道院裁判所に登録されていた。1780年に村の靴屋が当局からギルトの免許状を得た。これは、ロック無修道院の所領内で唯一のギルドである。 上流券及びビール製造券や、医師、薬剤師、観光業者の免許の授与により、カレンベルクでは設立された業者での競争はほとんど起こらなかった。客は主に、ベストファーレンやビュッケブルクの外からやってきた。1824年からビーデンザールでは、都市の位置が許可されていた。ビーデンザールの町議会は11議席からなる。 ビルヘルムブッシュの成果、ビルヘルムブッシュの自画像。ありがとうございます。